まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。エルフと獣人とゴブリンがあるな、はい、人を殺してください。よろしくお願いしますどう、声変わってます？はい、今ゴブリンのやつを選択したんですけど、声変わってます？あ、変わってます。こんな感じなんですね。じゃあ獣人はどうやろう。ちゃんと決まってます。ゴブリンしか選択できない。今ゴブリンみたいな声してるのか俺頑張りましょう頑張りましょうどんな感じで聞こえてんの。普通に喋ろやな。これ自分には聞こえないっていう致命的なバグがあんねやけどなあ、俺これ自分には聞こえやんねやけど、ちょっと騙された。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、自分は村人陣営です。そうですね、一番最初なんで特に喋ることはないんですが、これゴブリンにしたせいでさ声が聞こえるとかやめてくれよバグで。占い師1人の場合は、フロープンが僕はいいと思います。占い絞れたりグレーとかも絞れるんで、村有利に進むのかなというふうに思ってます。占い師が2人出た場合は、グレーで怪しいところを突っていっていいと思ってます。人口論ね。3人出た場合は、占いローラー、僕の方言ならです、これも怪しい占い師、信憑性がない占い師から突っていけばいいかなと思ってます。占い師もろもろ出てから、2周目頑張って喋っていきたいと思うのでよろしくお願いします。これ以降、雑談考察チャットはなしでお願いします。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分村人陣営で特に仕様はございません。9番さんの印象は、まあごくごく普通の進行論を言っていったなっていうところです。別に白でも黒でも何とも思ってません今のところ。まあ自分もこの位置なのでね、人のこと言えないんですけど、ゴブリンです。あまり言うことはございません。まあ強いて言うなら、まあ白黒グレー、まあライン、ラインじゃなくて、あのブローみたいな発言をしていきたいなと思います。もちろん自分も2周目心がけていきたいと思います。楽しくやれたらいいですね。次の方に回します。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、はい。爽やかな朝ですね。自分占い師使用します、今朝の占い結果、3番のあなた残念ながら人狼と出てしまいました。はい、ですので今日は三釣り安定です。9番さんから、占い師2人出た場合の、グレラン、という発言出ましたが、黒が出ましたので、2人目出て、片方白出しならどちらにしても、3番さん釣りが安定です。ですので、皆さん3番さんに今日は入れましょう。他の方の発言を聞いてグレーの部分には、2周目から入れたいと思います。3番のプレイヤーは、はい、皆さんおはようございます。まずね、非常に残念なお知らせがあります。私ですね、昨日の夜にまず私 CEO ありません。スムラです。2番は狂人かもしくは狼は確定しております。せっかくね、昨日の夜暇すぎてね、僕ね、あのなんかダイヤでゴブリンの声購入しちゃったんだよ。だから今みんな僕の声がゴブリンに聞こえてるかもしんない。俺こんな声だけどマジで白なんだ、スムラなんだよ。だから CEO することはできないけど、この後必ず本物の占い師さんが出てきます。で、まあその占い師さんのね、結果をもとに、新占いです、間違いなく。占い師さんの結果をもとにね、この村の進行を進めていただきたい。2番は確実に人外です。今日私を釣ってしまうとですね、あと、2狼1狂人、まあ、2番狼狂人、まあ狂人だと思っているんですけども、2狼いることになるので、明日村釣ることは絶対にできません。そこをまず理解していただきたい。この後出てくる占い師さん、新占いですので、その人の話をよく聞いて村進行してください。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。2番さんの占い師を3番さんへの黒たち把握しました。
3番さんの声はゴブリンというより警察24時に出てくる犯人みたいな声してます。で、そうですね、私特に俺そんな声なん陣営なんですけども、この後占い師が出てこなければ、2番さんは真の俺そんな声やったんですね。でこの後もし占い師が出てくるのであれば、その人の結果次第って言ったところでしょうか。まあ現状ではそこは占い師もう一人出てくるか来ないかわからないので触れないでおいて、まあ1番さんと9番さんですね。9番さんはまあ信仰論狼でも村人でも言えると思うので色落ちてないです。で、まあ1番さんもその1では考察落とせないのかな。1番さんも特に色落ちてないです。2周目に釣りたい位置とか頑張ってあげたいと思います。お願いします。確かに犯人や。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。3番黒だし、黒ハーク、現状、対抗ないんであれば、3釣り、それでいいです。4番さんの考察、ほぼ一緒、というところですね。あとは占い師が出て対抗が出るなら対抗の、結果見てっていうところです。他特に別に要素ないです。はい。6番のプレイヤーは9番からやったな。発言してください。はい。まずチャットごめんなさい。3番さんの声がなんかよく頭に入ってこなかったです。ただ3番さん住むらしをしてるっていうところなので今日は3番さん釣り一択、グレー考察なん、あ、ちなみに7番さんと8番さんから占い師 CEO が出なければもう平和村、3番さんは真っ黒になりますね。はい。グレー考察なんです。進行論のみで、1番さんに関しては9番さん白とも黒とも何人も持っていない、まあ強いて言うんだったら楽しくやれたらいいねっていうところで、まあ一番色落ちがしないのが1番さんなのかなっていう印象で、4番さんに関してはグレー考察をしっかりしていたイメージです。ただ5番さんに関しては4番さんの考え、ってすごい口癖なのかもしれないんですが、ね、っていうのがすごく多かったです、ね、で対抗が出るのであれば、ちょっとね5番さんの発言が個人的には気になりました。まあ、今日は3番さん釣り一択なんですが、グレー考察、一番白く置いてるのが4番さん、9番さんに関してはその位置で進行論、きちんと発言を伸ばしてくれたのかなっていうところで、4番さん次に9番さんが白い、色が落ちないのは1番さん5番さんなんですが、発言量だとか中身の部分だと、まあ、サイコロは1番かなっていう感じです。ただ7番さん8番さんの発言も聞いて2巡目、2周目考察伸ばしていきたいと思います。今日は3番さん釣り一択、3番さん、つむらしをしているので、カリオと使用しても信じません。以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、私もラビット陣営です。私も3番さんに入れようと思ってます、現状。現像。3番さんから飛んでます。私の声、プツプツって教えてください。9番さん、占い師、まだ。1人の場合はどうのとかなんか言ってましたね。2人3人の場合全然色落ちない。1番さんは9は白黒分かんない、白黒つけてほしいと2周目頑張るということなので考察期待したいですね。潜伏かな。2番さん占い師なのでほっときます。3番さんも黒なのでほっときます。言ってたしね、つっていいでしょう。4番は3番が警察24時の犯人のとこ言ってたので余裕があると思った。ないと思うんで、4は村目、白に見てますね。3番さん、私ね、私もエルフとかゴブリンの買ったんだけど、同村した人に声変わってないと言われてね、今運営にちょっとメールしちゃいましたけどね、クレームの。3番さんのゴブリンさんの声はね、しない方がいいと思うよ。すごいね、変な声。逆にあなたの普通の声知ってるけど、普通の声の方がね、信憑性上がると思う。ゴブリンの声で話されるとね、信用できないって感じが印象的にね。僕ね、ゴブリンが黒いと思った。
ほぼ一緒って言ったら、3クールで、もう、4クールで出てた。もうないやじゃあ、ね、この機能。怪しくなっただけど、途中まで俺と同じなんだけど、1がサイクロって言ったの。俺すげえ、俺は5が黒いと思う、ね、市民っぽく喋ってたのに、ただのゴブリンっていうか、犯人しか思われてなかったんや。出てこなくて、しつこく言ったから、6、5、6。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分から特にしようがないので。まあ、占い師さんがもう一人出てきても、サンバさんが。夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。ただの犯人が自爆したみたいになってる俺。いやまあいいよ。黒見つけた場合は俺も潜伏よくするから別にいいと思う。バグるかな。いやまあ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 これは普通鉄板でしょ。でもこれでハンター狩人を占う可能性が上がる以上、1番の活字ができる。占いバグは1番が喋ってるタイミングで自爆するとダメ。朝が来ました。これ俺の声聞こえてねえよな。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。え聞こえる。え、これ自分の番ですか。あれ8番。え、自分は9です。9番です。僕は？まあいいや。俺の声は聞こえてないね。とりあえず9番、白、ありがとうございます。そうだね。僕は自爆バグダメだったか。6番が何？1を黒で置いてるんだ。6は比較的村っぽかったから1黒全然あると思った。でも1は1周目しか話してないから、そこに黒塗りするのもちょっとおかしいかなっていう気も少しした。僕の番なんで喋ること全然ないと思うんですよ。そこで一応まあこれはしょうがないですよ。でも俺の自爆はっていうところもある。とりあえず3が自爆したから2番死んで確定ですね。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まず平和村万歳っていうところですね。そうですね、2番さんには正直5番さん占ってほしかったなと思いますね。自分目線はもう5がもう黒くてちょっと仕方ないっていうところなんですけれど、で6番さんと7番さんが4白く見えるって言ってたのかな。そこまで白く見えますか。なんか余裕のある狼とも自分からして捉えられるんですけれど、どうなんでしょうね。で5は4と発言ほぼ一緒で終わりにしちゃったので、まあでも5占ってほしかったなって感じです。で9白なので、まあ2番が9番占う理由は分かる。強人が9番だった場合出てるから、9番は白だったら村なんで。でも今日は5に入れたいかなって思う。ここの黒を発見したからこそ強人が出なかったから、ここを占うと強人占うリスクがある。だから9番の色を見ときたいっていう。はい、おはようございます。3番さん地神ですね。すごい占い師出てってアピールしてたのに誰も出なかったんで、ああもう無理だって言って地神ってことですね。9番さん占って白と出ました。理由としてはやっぱり初日の進行論、占い師の黒出しを全然考慮してなかったところで、もしかしたら誘導かなと思って占ったんですが白でした。1番さんから5番さん占ってほしいっていうところだったんですけども、初日なんであれはしょうがないですね。ちょっと追加します。あ、追加できない、ごめんなさい。で、もう平和村なので、役職アーリー CEO はもうとりあえずしていいですね。フルオープンも別に悪くないと思います。これグレン1広いので狭めるべきだと思いますね。8番狩人ですので、今日グレン1、まあ、発言聞いて決めたいなと思います。おめいめい。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い結果把握しました。そうですね、
思った感想としては、3番さんが黒出されたのに、その後占い師が出てこなかったっていうのは、うん、9番さんか1番さんどっちかに狂人がいて潜伏してたのかなっていうふうに思います。まさか黒出しされるとは思わなくてって思ったのかな。だから、まあ、9番さん一応白出されてるんですけども、1級どっちかに狂人がいる可能性は追っています。で、そうですね、もう2番さんは新平和村良かったです。そうですね、567の考察なんですけれども、5番さんは完全に僕に乗っかってきて同じ意見としか落としてくれなかったので、うん、5番さんはちょっと黒いなっていうふうに思ってます。あ、追加させてください。それで6番さんと7番さん、5番がハンターで狂人がハンターしようとか強いけどな。6番さんは僕のこと白いって言ってくれたんですけれども、6番さんの位置でもう3番さん今日は絶対に釣りますって言ってたのがすごい気になってます。6番さんの位置だと7番さんと8番さんが占い師で出てくる可能性は全然あって、7番さんと8番さんが黒出しした時とか狂人だったら俺が8番喋った後爆発するの分かってたです。そうすると6番さんはもう盤面が見えてたのかなっていうふうに思えてならない。だから5番さんの次に6番さんが黒い。で、7番さんは意見伸びそうだったんで、7番さんはちょっと村目で見てます。で、9と1どっちかに、狂人いると思ってるんですけども、1番さんの方がより村目あると思ってます。4強くせえな。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。今4番さんの話でちょっと6番黒いかなっていう話があったんですけど、3番を釣るっていうことで黒でっていうのは、これまあライン切りにも見えるんですけど、須村 CEO だから、釣るぞというところの発言があった、そこを漏れてんのかなっていう気がしたんですよね。けど4番さんの思考ほぼ一緒っていうとこっすね。あの1級あたりに狂人がいるそうなんですよね。で9番に、白、占いの結果で出てますけど、ここは完全に村として見ることはちょっと難しいところもある、まあ、狂人の可能性はあるっていうところですね。ですんで、まあ、今日どこ釣るんですかね。まあ、わかんないですね。だけど、17あたりかなってとこです。フルオープン、あ、フルオープンが村です。6番。5番、須村しようか。多分、須村やろな。はい、CEO します。ハンターです。ハンターでした。4番さんの質問に返すんですが、私目線、7番さん、8番さんで占い師 CEO が、ある可能性もあったんですが、3番さんが対抗か、9番狂人だ。対抗いるかってこと？いや、違う。9番さん、6番が狂人だ。まあ、話を続けます。3番さんがスムラ CEO をしていることから、これ6強だ、まあ、3番さんは安定っていう意味。9番ハンターだ。7番さんが例えば8番さんに黒を出して、じゃあ7番狩りかもしれないけど、狩人 CEO をする可能性もあるので、スムラ発言している3番さん釣り安定って言いました。安定って言いました。ハンター対抗しますか。じゃあ、9番さん、私のことが信用できるのであれば、あれ、わかった、9番さん狂人か。なるほど。2番が占ってるしね。じゃあ狩人がいないっていうことは、7番が狩人かもしれない。4番さん5番さん狩人ではなくて、7番さんは狩人でないのかな。ハンターで名乗ったん強いな。じゃあ村の皆さんは9は俺は狂人じゃないと思う。ハンターだと思うよ。6が狂人だよ。じゃあみんな、まあでも9番さん狂人って考えてるから、でもハンター対抗するのもすごいな。まあほっとこう。そうすると9番さん狂人って考えると8番さんが狩人だったのかなってなると1754にはなるんですが、まあ、4番さん私は村置きしている。で、私昨日1番さんサイクロってあげたんですが、1番さん結構殴られたら殴り返す精神、防御感っていうのがなかったのでちょっと白くなった。ただ5番さんに関しては釣り位置を上げていないなっていうところで、まあ、5番、1番さんよりも5番さんの黒目が上がったんですが、7番さんの発言も聞きます。以上。7番のプレイヤーは発言してください。そうですね、6強だよね。村さんには5番さん占ってほしかった。これ8番狩人か。今も5番さん4番さんの意見に 99% 乗ってるから、出ないのか。普通に5が怪しく見えちゃうんだよね。4黒の可能性もあるけど、そしたらうまい黒だから釣り位置に来ないんだよね。だから5番占ってほしかった。
いや、これは勝てる。6をハンターしように対して9がハンターですか。まあ、今日は6を私は押そうと思い、すると思います。6番さんハンターなら9番さんぶち抜いてください。だからみんなで6。それ、縄減るぜ。いきましょう。6番さんハンターなら申し訳ないけど、9番さん、打っちゃってくださいね。8回はでかい。それでどっちかが強靭なんでしょうね。私目線ね、3番がね、ちょっともう追加していい？3番さん、うまい人なんだよ。まあ、出ないだけもあるけど。めっちゃうまいんだよ。俺の10倍くらいうまいんだわ。褒めるね。それなのに自爆したじゃん。ということは、自爆した方がいいと判断したんだよね。もう少し自分の相方に喋らせると負けると踏んだんだよね。ということは、3、黒なんだと思う。4番うまいから、4が黒なら4に喋らせて、また占い4番占い潜伏。まあ、それも信じられないけどね。これ5番さんが頼りないから3番さん自爆したような気がしてんの。間違ったらごめんなさい。それは勘みたいな推測だけどね。まあまあ、ミスリードだけどね。だから俺は3、5、黒の6、強靭じゃないかと思い始めた。ちなみに自爆した理由は約束出させないため。確証がないから、そこに9を打ってもらいましょう。6釣りで9打つって言った。6はまずいなぁ。6番のプレイヤーが選ばれました。6強だよな。これ1番なんで6に、あ、ハンターだ、やった。9番強靭だ。え、マジで、え、6強だろこれ。マジで6ハンターか。でかい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 。9打つのか悩むな。打たねえか。6がハンターか。6番のプレイヤーは発言してください。6強だと思うわこれは。はい、縄数が変わってしまうので発砲はしませんでした。ただこれで私のハンターが皆さん分かっていただけたでしょう。なので9番さんは狼ではなく狂人です。9番さんは狂人なので1754の中に待って、9番さん占って白だったんだよね。だよね。なので9番さん強靭なので1754の中に2郎、1郎だ。で、私に投票してるのが1番4番9番か。狩人使用しておきます。そしたらもう9番さんは強靭なので、うん、狩人は生きているっていうことは451か。だから2を噛んで、待って考えろ。9番に入れてるのが5、6。2巻で145で殴り合いして勝てば終わりや。ってことは5番さんは、しかも最後の発言。9番さんに入れてることから5番さんは白置きしちゃう。なので14だ。まあ、5番さんを白置きする理由は9番に入れている。2番噛む5人で4番、5番を釣る、7番噛む。まあ、7番さん狩人使用してるでしょう。狩人真と見る。強靭に投票で勝ちだ。ってなると14が私に入れているので、まあ、ただ、さっきも言ったように4番さんを白置きしているから私は1番さんが黒だと思うかな。もうこれ7番は5番ロックしてるし、私のハンターはもう皆さん分かっていただけたと思うので、9番さんは強靭と見ています。だから9番さんは白っていうところで強靭、もしくはリア強、私は1番をサイクロで見ています。カリウド今日噛まれちゃうのかな。私は4か1だったら1一択以上。ここ9番に入れるやつクソ怪しいと思うけどな。目を閉じてください。いやこれうまいね1番。とりあえず俺すぐ音速トイレしてくる。音速占いは噛める。さすがに昨日守ってる。
朝が来ました。音速にゴブリン行くか。昨夜死んだのは。よし。2番。1番、口も下手じゃないし。5番、釣り持ってきりゃいい。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、9番さんがもう確実に人外であることは分かりました。で、私は7番さんの狩人 CEO は信じます。7番さんが狩人 CEO した時点で死んでたのは、自爆した3番さんと、あと8番さんなんですよね。で、7番さんが狩人 CEO して対抗 CEO 出てこないし、8番さんが仮に狩人だって、それを乗っ取ったっていう可能性は、うん、9分の1の確率なんで、それはほぼないと思ってます。なんで私は7番さん死んでみる。で、9番さんが人外確定。うん、で、1番さんと5番さんになるんだけど、うん、やっぱり5番さんは僕の乗っかり意見が多いんですよね。で、1番さんって、6番さんと7番さんが私のこと白見るって言ったのに、いや、そんなに白くないでしょってちゃんと自分の意見落としてたんですよ。あ、すいません、追加させてください。はい、で1番、それってすごく大事で、6番さんと7番さんが僕が白いから、じゃあ白に置くよねっていう方の方が、よっぽど人狼目があるなと思ったんですけども、1番さん、そこで私、そんなに白くないよって、ちゃんと自分の意見伸ばしてくれたんで、そういう意味では、乗っかりよりもよっぽど1番さんの方が白く見える。で、そうだな、今日もし安定を追うのであれば、もう人外が確定している9番さんだと思うんですよね。あ、そっか。うん、でも普通に考えたらこれ人狼探すゲームだから、ここで例えば1号で失敗したとしたら、まあ、ああ、RPP になっちゃうのか。一緒だよ、もう延命だよ。僕は1番さんが5番さんだったら5番さん入れる。安定だったら9。それは7番さんに決めてもらえたらと思う。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。今日は、自分は9番に入れます。はい。で、僕がキューバに入れるっていうことはどういうことかっていうことを分かってくださいね。僕が狼なら、間違いなくキューバに入れません。なんでや。投票は今日は確実に9を入れます。で、7番さんはそのちょっとそのメタ的なあの考察で、結局最終場面145で一緒だよ、9入れる。他にもそれ伝染しちゃって固まるんで、で僕4番の意見には乗っかってるんですけど、6番のことに対してのところは若干否定してますからね。6番が3番の初日に、鶴と黒と絶対見るっていうところに対してそれは違うんじゃないかというところ。だから別に、全部は乗っかってないです。今日は9番入れます。明日考えます。7番のプレイヤーは発言してください。そうですね、6番さん昨日9番さんに発表してほしかった。あの場面偶数進行じゃなかった？人外確定してる人残す意味はないぞ。いや、ここで発砲、いや違うよ、9番発砲した場合4571の盤面で結局こうなるから。ここで村つっちゃったら負けるでしょ。だってプツプツごめん。まあ発砲、木の意見聞いてないけどちょっと追加するか。4はね、言わないんだよ。俺と同じことしか言わないんだよ。つまり白っぽいことが言える人なんだよ。だから俺としては声色で判断するしかないんだよね。9番打った場合1457の最終場面分かってるから完全白目で話せるから。だけど今安定進行なら9、黒を見つけるゲームだから5って言ったんだよね。うん、黒を捨てきれる理由がないもん。だから俺は今日は9に入れる。そして今日は俺が多分噛まれると思うけど、うん、4が黒だと思ってる今は。うん、4正しいこと言ってるんだけど、5だろ。5の今のメタ発言やめてくれって俺にこの時点で殴ってきたんで白目が上がったね。うん、1はね、6番1サイクロって言ってんだけど、ごめん、俺1が黒な理由があまり思いつかないんだわ。よしよしよし、まあ、7も4も1白いで見てる。まあ、1日伸びるだけで、俺だと思う。現時点最後の方でやっぱり9をがっちり押さなかったのが怪しく感じた。9に入れます。のプレイヤーは
発言してください。のプレイヤーは9番パスや。発言してください。はい、まあ、7番さんが9番さんに入れるって言ってんで、まあ、9は陣外確定なので、今日は安定進行でいいと思います。そうですね、印象としては、まあ、4番さんがやっぱり、まあ、7番さんに引っ張られるわけじゃないですけど、やっぱりかなり喋れるので、まあ、そこ3、4の線もあり得るんじゃないかなって思います。5番さんはどうだろうな、でも、4番さんの言ってることを追従しているようにしか本当に思えなくて、盤面で見りゃ5のが黒くねえか明日どうだ、まあ、今日は9ですね、まあ、多分明日狩人さん7番さん噛まれちゃうと思うんですけど、まだ分かんないです。とりあえず9に入れます。投票を始めてください。うーん、5にした方が絶対いいと思うけどな。まあでもここ4叩いてか、最初の発言になるからな。9番のプレイヤーが選ばれました。1の発言終わった後4が5だみたいな。プレイヤーが発言してください。目を閉じてください。お前役割分かっとんな、ザ・狂人って感じ。まあ、だいぶ仕事してるからな、ハンターに1縄使わせてるし、こいつは。いや絶対6強だと思っちゃったけどな。まあ破綻してるからな、9番は占い使わせてんのがでかい。俺も9占うは普通にあると思うわ。そうだよ、451の殴り合いになってるってのが強いな。俺ただのゴブリンやった。朝が来ました。いや6強でもハンターで出ていいと思うよ。昨夜死んだのは7番。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。そうですね、ここが正念場だと思うんですけど、でも7番さんの考察のそのなんていうのかな、4番さんがよく喋れる人だからなんか黒く思えるっていうのは、その発言はどうなのかなっていうふうに思いました。でやっぱり自分は5がその4の言ってることを1周目も2周目も確か追従してましたよね。なのでもう正直5が黒としか自分には思えない。で4がもし本当に狼だったら、まあ7番さんの言ったことはそうだったんだなってところです。まあもうでも自分は今日覚悟を決めて5に入れることしかちょっとできません。4番さん、まあ4番さんの発言聞いて、どうかなっていうところでもあるんですけれどね。いつになりたかったな。でもやっぱりいい、ね、やっぱり5だと思います。4番、そうやっぱり5だと思う。それ発言してください。村目線。はい、おはようございます。困ったなと思ったんですけども、まあやっぱり気になるのは2日目の投票なんですよね。2日目の投票で7番さんは6番さんに入れて9番さん発砲してくださいねって言ってるそばから、9番さんに投票した人が、2番さんと5番さんと6番さん、まあ6番さんは対抗なんで仕方ないとして、5番さんだけなぜか9番さんに入れてるんですよね。1と4は普通 6に入れてるんですよね。で多分あの時点で6と9だったら6の方の方が締め高かったんですよ、ハンターとしては。でそのまま打ってもらえればいいやっていう発言だったと思うんですけど、7番さんとしては、まあ、間違ってても間違ったで分かるしって話ですよね。あ、ちょっと追加させてください。締めが低かったんじゃないの。でやっぱり、そうか、4番は9、1強人で考えてない。5番さんに対しての意見は違かったのかもしれんけど、まあ、追従もあったんだよね。ただ最終日のコメント、あの言い方、先日の言い方が、ちょっと白目上がったんだよな。むしろ1番さんはその位置で 9番さんつっていいでしょうって言ったのに、4番と5番についての考察全く落としてくんなかったんだよね、前日。でこれ1番さん5番さん入れるって言ってるから、これできれば決戦投票にして聞きたいんだよな、もう一回。
今まだ5番さんの発言聞いてないからまだ5番さんの黒く見てるけど5番さんの発言聞きたい。9番は白出てんのにここ投票すんのおかしいって。6だよ普通。5番のプレイヤーは発言してください。はい、ね、4番入れます。投票は4番。まあセオリーだと一度僕が1に入れてバチバチやって4番同調というところ、4を村目に置いてっていうところなんですけど、ここは確実に4入れます。昨日、まあ、いわゆる狼目線、PP 狙えたというところ、9番を残そうとした、これはもう確実にアウト。いや9番残してもいいやん。で今日になって、自分が7番もそれ言ってたけど、まあ、確実に黒を押さずに一とこにばらけた。もうここも完全に狼、まあ、漂白した狼にしか見えないので、1番さん、僕は4番に入れます。あなたに入れません。であなたは僕に入れるって言ってるんですけど僕はあなたを村としても置きましたので、4番。じゃあ4入れよっかな。理由は昨日 PP をやった、そこをもう一回やってください。以上です。投票を始めてください。うわどうしよう、これで4が5に入れるしかなくなったで、5が1入れた場合はもう1が4入れたらまあじゃあ1番だってなっちゃうやつか。どうする、ブレズ5か、決戦で勝てるから5か。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、人狼の勝ちです。いやー、いや9うまかったな、よくそこで潜伏できたな。そう9が強かった。いや9が強いよ、占いここで潜伏してるはまず考えねえわ。いろいろ饒舌で喋りたかった。なあゴブリン死んじゃっただけやった。サンマゴブリン最低や。ゴブリンチャット覚えたてでやりたいんやって。